皆さんこんにちは、なごみです。いかがお過ごしでしょうか。私はこの1週間体調を崩しておりまして、投稿をお休みしておりました。熱が1週間も出続け、声も出なくなり、検査をしても特に大きな異常はないと。コロナでもインフルエンザでもなく、おまけにマイコプラズマ肺炎でもないと。さて、私のこの熱の正体はいかに。随分と長いこと生きておりますが、ここまで熱が続いたのは人生初ですね。皆さんもいろいろとお気をつけください。到着。さて、病み上がりに胃にも優しいかと思い選択したお店はこちら、古河市にある畑の黒ダイヤさんとなります。しばらく前に訪問させていただいたことのあるお店ですね。系列店がありますが、お店の雰囲気も含めて私はこのお店が一番好きです。これはみかんで合っているのでしょうか。道が狭く、畑の中にお店がありますので、雨の日に訪問すると車はこうなります。今日はちょっと天気が悪いですね。しかもちょっと肌寒いような感じもします。もうさすがに10月ですから、秋らしくなってきましたかね。今年もあと2ヶ月程度で終わってしまいます。ほんと1年経つのは早いですね。お店は10時からオープンしております。土曜とはいえこの時間なら空いているのでありがたい。この古民家を改装したお店の雰囲気は私は好きですね。畳がなんだかんだで落ち着きます。店舗の中は意外と広く、奥にも部屋があります。窓から見えるこののどかな雰囲気も最高です。前回同様、麺の量ですね。参考までに。こちらは卓上。ではメニューを見ていきましょう。こちらのお店の定食も気になっていたのですが、勝手なイメージで温かいうどんなら胃に優しいとも思い、赤味噌煮込みうどんにしました。ちなみにつくね入りにして、ハンライスも注文です。これは味噌煮込みには関係ないのでしょうかね。これも気にはなるのですが、ちょっと断念です。男子トイレは店舗の奥側にありますね。本日で2回目の訪問ですが、ほんと雰囲気の良いお店だと思います。古河市でもだいぶ北に位置したところですから、小山からでも相当奥はないのがありがたい。
これはとても良い匂いです。そして相当熱そうです。蓋を素手で持っていかれましたけど、蓋は熱くないのでしょうか。鍋は相当熱そうなんですけどね。これは見た目から間違いないやつですね。味噌煮込みなんて本当久しぶりにいただきます。ここから見ても具沢山であることも伺えますね。ピリ辛つくね入り赤味噌煮込みうどんと半ライス、私の注文は以上となります。ご飯は普通でもいけたかな。個人的に味噌煮込みといえば赤味噌、八丁味噌かはさすがに私には分かりませんが、良い色合いです。こちらがつくね。つくねってほんとうまい。こちらがうどんですね。相変わらずの太さです。ではいただいてまいりましょう。さすがに暑い。そりゃあんだけグツグツ言ってましたからそうですよね。鶏皿で少し冷ます必要性があります。これはうまいですね。相変わらずここのうどんはうまい。しかも味噌の味も濃いめのためご飯も進みます。ライスについてきたのかうどんについてきたのかは不明ですが、このキムチもなかなかいけますね。せっかくなので唐辛子も使用させていただきます。出し方がいまいちわからずちょっと苦戦。そしてこの卵、これだけ煮込んであるのに中は半熟、最高ですね。この1週間大した量を食べていなかったため、もしかしたら感触が怪しいかもとちょっと思っておりましたが、なんとかなりそうですね。鍋の底にちょっと焦げてくっついたうどんがまた良い。ご飯でいうところのおこげみたいな感じですかね。これからもっと寒くなってきたらぜひ食べてみてほしい一品ですね。さすがに気温が低くなったとはいえ20度以上はありますから汗だくで食べております。病み上がりにはちょうど良いかもしれません。あまり行儀は良くないですが、残りのご飯にスープをかけていただきます。はい、大正解ですね。うまい。ちょっと早めのランチになりましたが、周りに人もおらずのんびりと食事ができる良い時間でした。気になる方はちょっと早めの時間帯の訪問をお勧めします。
完食です。大変美味しくいただきました。チャンネル登録お願いします。